さんでは、松本幸四郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。待ちに待った7月大歌舞伎、はい、いよいよでございますね。はい、えー、これはそのあのー、昨年の1月に松竹座の歌舞伎大歌舞伎工業があのー、終わりまして、それ以来となってしまっているんですね、えー、この7月にやっと大歌舞伎工業ができる。まあ1年半近くかかりましたが、まあ、そこで。 えー、この状況ですけれども歌舞伎公ができるっていう、まあ、そこにまた自分も参加できるということの、うん、まあ本当に何十もの喜びですね、うん、今。 船乗り込みはさすすすがにででできなかったですねああそうです、ね、これはもうこの時期に上演するにあたっては、まあ、いろんな正直制約がありますねこの「船乗り込み」は7月の大阪松竹座の興行ではまあ恒例となっていた時で、はい、まあ自分自身もあの大阪に乗り込んだ実感があのとても味わえる一つのイベントではあったんでねそれがないという寂しさはありますけどでもまあだからこそ こう歌舞伎の興行ができるあの、うん、お芝居を上演できるっていうことでもあるので、うんえー、そこはまあしっかりと受け止めて、えー、しっかりとと芝居を務めたいと思い思ます。で、今回演目なんですけどもね、はい、昼の部が、伊勢音恋僕も芸能アナウンサーですけどこれ見たことがないんです<ー>でも何主君の刀を探しに行く侍が、はい、まあそれでも本当に刷ったもんだして。はいあの チラシ見たらですね、孔志郎さんのこの写真が結構血のりがいっぱいついてるえげつない話なんですか <laughs> そうですね、なかなか、うん、その主君の刀を探してそれがそこに行き着くまでというのは、うん、まあ大変な、えー、ドラマチックな展開になっていてあ<ー>まあそれこそその最後は街見、ま、どろになってしまう、うん、大勢の人を殺めてしまうというそういう場面にもつながっていくんですけどもねはい、うん でででもハッピーエンドなんでしょうあそうですねあの、うん、全てがこの手に戻って仕組みに持っていこうというところでうまになりますので、うんえー、まあおめでたい話ですけれどもあそこまでのこうなんて言いますかね思、うん、いといいますか思いのまた行き違いであったりこうあのー、そのそ刀また折り紙というものを手に入れるための、えー、行動がうん、あのー すごくまあ悲劇を生んでしまったり誤解を生んでしまったり怒りをえ覚えてしまったりっていうそういうまあいろんな展開があります。うん、なんかドラマチックな感じですね。はい、ハリウッド映画のような <laughs> 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 展開がどうのでもわからないっていう感じですね。そうですね。ですのでこうすごくドラマを見ていただくような。 感覚でそのお芝居の筋を追いながら、うん、あのあと歌舞伎のまあ独特な色彩であったり、はい、音楽であったり、そういうものを楽しんでいただける。まあ、なんか歌舞伎をすごく見た実感をあの味わっていただける作品じゃないかと思いますね。はい、ラジオ聴きの方でね。歌舞伎見たことない方もいらっしゃると思うんですよ。<ー>結構皆さんのイメージはね。敷居高いんちゃうかなとかね。うんうん 分からへんのちゃうかなっていうのあると思うんですけど、うん、この辺どうなんですか。そうですね。まあ実際あの当然その時代設定が違った。うん、違ったり、まあそうすることによって、それこそ主君であったり、忠義であったりっていうことは。うん、あの昔の時代のものですけれども。でもまあ、あのまあ、特に今月。今回の,あのお芝居のように、こう人間ドラマを描くお芝居の場合には。うん それはあのいつの時代でもあの変わらないところがあると思うのでもうあの全然難しいとか何か歴史とか伝統とかっていうことも考えずにあのまあお芝居を見に来るという演劇を見るっていう感覚で見に来ていただけるとまたそ,そこで独特なまあ本当に音楽もあの生音楽ですしね歌舞伎音楽という独特な音楽ですし色彩もあのとても鮮やかな。 うん、いろんな色の組み合わせというものもあのお化粧も含めてね、はい、ありますのでそういう楽しんでいただくところはたくさんあると思うのでまずはこの雰囲気に、えー、感じていただきたいと思いますね。なるほど、まあ、でももおお初のの方入門するにはお昼の場はは昼いいいいかもしれな夜の部の方が「二つ町長車日記」ってこれお相撲取りさんの話なんですね。 ね、はい、あの私がその濡れ髪長五郎というお相撲さんを演じるんですけれどもお相撲さんですので、ね、こうとても大きな体でないといけないわけで、うんえー、これにはまあ自分もここいろんなものをちょっと巻き込んでといいますかね<あ>そうそういうことだったり、うん、着物にもその綿が入っていまして、うん、え大きく見せるんですけどあなかなかもう顔だけはどうすることもできないので,それはそうですね、うん、<laughs> あのそこはまた あの桂床山さんが、えー、顔が大きく見えるようなねこう桂の形ということで工夫していただいてますけどね。はい、へえそんな工夫があるんですね。そうですねこれはもう一つ、うん、う曲げの結い方また、うん、あの桂の形一つで、うん、あの顔が大きくも見え小さくも見えたりするのでそういうところでもう変身して <laughs> 登場いたします。え、けど 着物にそんだけね綿とか入っとったら夏やし暑いですね。暑いですね。これは暑いですね。<laughs> <laughs> はい。なのでこれはもうあのいるだけで汗かいてしまい,しま,いますので、えー、ちょっとその辺は、えー、気をつけながらと思ってますが。何、うんまあ、でもこれも初めての方にも見所があって、はい、面白そうですよ、ね。はい。これはもう本当にあの親子の情というすごく、うん。 愛情物語ですので悲劇ですけれども愛情物語ですのでその辺は是非、えー、入り込んでいただける作品じゃないかと思います、うん、歌舞伎ってでももともとねどっちかっていうとそのゴシップとかですね、はい、世の中であった事件とか、うん、そんなものをまあ江戸時代の作家さんがやってるわけですから、はい、今のテレビドラマとあんまり変わらないですよね。そそうううですねねこのドラマ展開としては、ね、そういう あのやっぱり人間をまた人間が体験した人間が、うんえー、何か行動を起こすことがあの描かれていますので、うんえー、それがまああの一つ歌舞伎という独特なこう表現方法で、うんえー、見ていただくのでもう、まあ、楽しんで面白かってまた何かをちょっと積極的に探しにといいますかね、うん、なんかそれこそ女形というものがあったり色彩、まあ、メイク音楽、うん 道具もいろんな仕掛けがありますので、うん、えそういうものをちょっと探しに来ていただくと何か引っかかるものがあるんではないかと思いますなるほど、まあ、しかし久しぶりのね、はい、こういう舞台ですけれどもどうなんですかこうコロナ禍でですねずっとお休みが続いていて、うん、何をなさっていたんでですすかそうね最初本当に中止が相次いだ時にはもう愕然としてもう何も正直手につかなかったというところがありましたね。うんうん あの実際その次の舞台がいつっていうのは決まってないっていうのはもう何十年ぶりの経験でもありましたので,、ねうん、んで何していいんだか分からないという <laughs> 日々ではありましたけどね <laughs> トレーニングとかそんなんされないんですかそれはしないんですねトレとかされてるんかなと思いますいやトレーニングいわゆる筋トレすると筋肉がつくっていうのは、うん、それはつくと思うんですけど、はい それはちょっとあの昔からそうだと思うんですよね、はあ、筋トレしないで筋肉がつく方法はないかなと思ってじっとして考えてますあ、そうなんですね,ねどうやったら体を<ー>ストレッチをしないで体が柔らかくなるかそれ僕も教えてほしいけどあるんですかいやちょっとそれを発明したらーノーベル賞じゃないかと思ってすごい考えてるんですけど<ー>全然考えない 考えてるだけなんで、体を動かさないんで、硬くなっていくわ、体が。えーうん、え、でも筋トレとかストレッチとかお嫌いなんですか。嫌いじゃなくて、そうじゃない方法があるだろう <laughs> と思って。面白いですね。あ <laughs> <laughs>、まあ、そういう。はい<ー>。まず、うん、怠け者なだけですけど。<laughs> <laughs> いや、面白い。うん 食べることとかかはどうなんですかコロナ太りなんていう話もありましたけれどもああそうですね、あのー、でも比較的僕はその舞台がなある時の方が逆にこうまあ食べなきゃいけないっていうまあ結構肉体労働でもあるので食べなきゃいけないと思ってたらあの食べ過ぎてたっていうことがあったりして舞台が。 まないと逆にその時間がもう決まってないじゃないですか舞台だとひとあのどんな時間でもその毎日の生活リズムが一月決まるので、うんうん、ないとこう毎日いろんな時間があってちょっと逆にその痩せちゃうっていうのはあるので普通の人と逆ですね。でね逆でですすねねねかかもしれなないです、ねうん、普通は、ね、なんかこう 日々の生活だらだらしてるから何かこう食べ飲み食べ飲みして太る方が他の役者さんなんか絶対そういう方多いと思うんですけど、ね、ああでもそうなんかすごくトレーニングといいますかね体を動かすことはもうあのやってるって方はあの聞きますね、うん、でも幸四郎さんはなんかや痩せるですね <laughs> そうですね結構痩せちゃいますね舞台がないとある意味うらやましいです好きでかすね、うん、飲む方は まあ少々いただきますけどお。お酒は何が一番お好きなんですか?。多いのはハイボールですけど、<お>でもまあ、あの。まあ焼酎も好きという感じですね。うん、日本酒はいかがですか?。日本酒はあんまり最近の店けど、あの、ヤブタは時々飲むと。やっぱり美味しいなと思いますね。あ、そうですか?えー。はい。あの、私の番組はね。はい、あの、もう一人のパーソナリティが。日本で数十人しかいない、日本酒のプロなんでね。はい。 よかったら日本酒の体にもいいらしいので、ああそうですか。あのいいお酒紹介します。あこれはぜひ紹介して。それこそでね。はい。お願いいただいて。お願いいたします。お酒飲むときはつまみは絶対食べる方ですか。食べますね。お酒だけじゃなくて。あですね。ですね。それ体にいい飲み方ですよ。あそうなんですか。はいはいお酒だけ行く人っていうのはアルコールバンってくるけどつまんでる方がいいんですね。ただ甘いもんだったりしますけど。 素晴らしいいいんですかいいと思いますよあ、そうですかあの、それ日本酒にもね、結構あんことかねチョコレートとか合わせますからあそれ正解です正解なんだはいありがとうございますへぇこれちょっとあれですね番組に今度来ていただいてあの、そんな話で盛り上がらないといいですねそれで太らないのは大したもんですねああですね甘いもの好きなんですね好きなんですね 絶対欠かせない甘いもんってじゃあ何ですかみんなありますよねこれ定番っていうねおまんじゅうとかおかきとか洋菓子とかありますけどあんこ系なのでもうおまんじゅうですねはいこれは関西に来られてじゃあこのおまんじゅうとかって何かありますかありましたけどそこはちょっと今なくなったところでもあるんですけどねあんこ系お好きなんですね でお酒も飲むっていうね <laughs> 素晴らしいですねさ、はい、<laughs> あじゃあ死ぬ前にこれ食べたいっていうなんかもう一番のご馳走は幸四郎さんにとっては何でしょうかこれはねやっぱもうでお米が好きなんでお米が好きなんでお,、うん、お米があればって感じでまあお米に、まあ、まあ卵かけご飯っていうのはシンプルですねこれはね、うん、ただこれって結構お腹いっぱい いいいいっていうこと食べななじゃないですか,、うん、か結構一膳一膳<然>、うん、それをもうペコペコの時に卵かけご飯だけでお腹いっぱいになってみたいいやそのおかわりくださいっていうことをしたいみたいですねなるほどねおかわりありの最後の一品であれば卵がけご飯卵にこだわりは特になし <laughs> 少ない、醤油にこだわりも特に、醤油はおいしい、ね、好きなのはありますけど。はい。はい。もう最後の最後はじゃあ、卵かけご飯のおかわりですね。おかわりですね。もう何度も言いますけど、それで太らないのは大したもんですね。いや、まあ、しかし、体力勝負ということで、久しぶりの舞台ね。期待をしておりますけど。はい。七月の三日が初日で、十八日が先週来。はい、ということで、まあ、あの、最後に。 番組のリスナーの皆さんにですね、はい、メッセージがあれば甲志郎さんよろしくお願いいたしますはい、えー、7月大歌舞伎で、えー、大阪松竹座に出演させていただきます、えー、大阪は本当に、えー、自分にとっては特別な場所で、えー、新しい歌舞伎をやるときにはここで初めて、えー、させていただきましたし大きなお役をいただいたのもこの大阪が初めてでした、えー、そして大阪のお芝居も大好きですので、えー、そのお芝居がこの 4月歌舞伎松竹座が始まりといたしましてまたいろんなものが発信できるよう私自身も務めてまいりたいと思いますので皆様にはどうぞお気をつけになられながらまたその癒しになるのか刺激になるのか皆様の生活の中に歌舞伎が存在できるように願っております。私もそれ 向かって務めたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は松本芳次郎さんにお話を伺いました。